武士無欲という言葉を聞いたことがあるだろうか。この白くていつも微笑んでいる母犬はまさにその例だ。彼女はいつも一匹で空腹に耐え、武士の心で幼い娘に全ての食べ物を捧げ、自分では一口も味わうことなく、毎日飽くことなく探し続けていた。60日間という長い間、母犬であるメイは唯一の宝物であるシロが十分に食べられるようにと、文句も言わず走り回った。毎朝、メイはシロの耳に励ましと愛の言葉をささやき、食べ物を探す旅に飛び出す。通りすがりの人たちにもフレンドリーに尻尾を振り、馴染みのスーパーのドアの前まで来て、彼女を見た店主が冗談半分本気半分で、もう何度来たかわからないという。店主はそう言いながら彼女にビスケットを半分渡した。そして、シロにこの甘いプレゼントをあげようと家に走ると、それを食べ終わる前に、メイはまた急いで次の場所に向かった。今度は親切な老紳士が彼女に半分のパンを手渡し、子供たちにあげようとばかり思わないで、あなたも食べなさいと、親切にアドバイスしてくれた。しかし、メイは娘の栄養だけを考えて、すぐに角を曲がって姿を消してしまう。再び家に戻ってシロにパンを渡した時、メイはただ傍らに立ち、慈愛に満ちた目で、満足げな笑みを浮かべながら娘が食事を楽しんでいるのを見ていた。シロは少しずつ成長していったが、この深い母性愛の素晴らしさは決して衰えることなく、最初の頃と同じように娘を見守って甘やかす。このような物語は母親の愛の偉大さと純粋さを私たちに見せてくれた。シロの飼い主によると、彼女は現在生後4ヶ月だという。2ヶ月ほど前、シロが大病を患い、その大変な時期、母犬のメイは娘を見守るために微動だにせず、舐め続けることで限りない気遣いを表現していた。それ以来、メイは毎日毎日走り回って餌集めに精を出し、女性は時には強引にメイを家に引きずり込んで休ませなければならない。そんな様子を目の当たりにした優しいおじさんは、メイが子供のために寝食を惜しんでいることに同情し、特別に心のこもったスープを用意してくれた。しかし驚いたことに、メイは急いで数口食べただけで、肉厚の骨を拾ってシロを探しに飛び出してしまう。この自己犠牲的な行動に心を痛め、おじさんは獣医を呼んで介入してもらうことにした。獣医の説明によると、メイがこのような行動をとるのは、彼女の頭の中ではシロの病気は十分な食事が取れていないことが原因になっているとのことだった。この問題を解決する鍵はフードを2倍量用意し、シロが新しい家で同じように大切にされていることを、メイが自分で確認できるようにすることだと獣医は提案した。シロがしっかり食べられているのを確認したとき、メイが浮かべた複雑な表情には気づかないほど、ほのかな安堵が浮かんでいた。この瞬間、内なる重荷をようやく手放したかのようだ。動物の単純な理屈では子供の幸せは母親の最大の関心事で間違いない。この深い愛は言葉を超えて、母の愛の偉大さと無私無欲を証明しています。人間であれ動物であれ、母の愛は最も純粋で最も感動的な存在であり、いつも子供たちに無条件に与えてきた。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。